どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは幕張新都心でございます。今回ご紹介するのは幕張ベイパークではございません。今回ご紹介するのは東京都江東区亀戸にございますプラウドタワー亀戸クロスでございます。そんな中で撮影をこの幕張新都心からスタートしているのはもちろんこちらでございます。幕張新都心にございますセイコーです。こちらのセイコー、もともとはセイコー電子工業ですね、セイコーインストール、そちらのですね本社と工場がプラウドタワー亀戸クロスの建設地にあった形となります。こちらの幕張新都心に移ってきたのはバブルの頃ですね。バブルの頃にこの幕張新都心自体がですね開発をされていきましたので、こちらペデストリアンデッキがぐーっと駅の方まで続いておりますけども、このセイコーはですねもう駅から離れた方ですね、亀戸クロスの建設地ですね、サンストリート亀戸という商業施設がございましたけども、そちらのですね土地所有者もですねこちらのセイコー系となっておりました。そして今回ですねプラウドタワー亀戸クロスと直結する商業施設の名前が亀戸クロックというところで、まあこちらを意識したかわからないですけど、まあ正確に言えば亀戸ウォッチなんですけども、ちょっとですねなんか語呂的にもっていうのもあるので、まあおそらくですけどもクロックっていうところはですねこのセイコーがですね土地を持っていたと、そしてセイコー系のですね工場があったっていうところを意識してのものなんじゃないかなと思いますね。すごくもう息ですね、涙が出てきます。この幕張新都心を歩いてるとですね、もうなんかバブルって感じですよね。もうそういった匂いを非常に感じますよね。そんな中でですね、また新たに幕張ベイパークという街がですね、開発されているっていうのもなんか、紆余曲折あった中でですね、幕張好きの一人としてですね、嬉しいですね。今はベイパーク2棟タワーが建っておりますけど、あれがタワーが6棟建つということで、ミートスクエアタワーですね。まだこの、セイコンところからですね姿は確認できておりませんが、あれがですね徐々に伸びてきて最終的にはですね6本のタワーが立つ予定となっております。この幕張新都心で働いている方なんか最高ですよね。さあコロンブス視点を見ますね。私あれも大好きですよ。この辺語り出すとですね亀戸にたどり着けませんので、まずは錦糸町へ向かいます。錦糸町のブリリアタワー東京とオリナスのところですね。あちらはですね、もともとセイコー系がですね、ございまして、厳密にはですね、まあ、枝分かれ的っていうんですね。私もセイコーに詳しいわけではないですけども、現状ですね、こちらはもともと亀戸クロスのところにあったセイコー系なんですけども、錦糸町のところはまた、で正確にはそっちがクロックなんですかね。まあ、錦糸町も亀戸もですね、実質仲間でしたので、今回はですね、セイコー系のですね、重ひでってところですね辿っていきたいと思います。さあ東関道湾岸習志野から入ります。東関道から外観へ入ります。私が住んでいた元八幡のガレリアサラ見えております。しかしこの外観の地爆感ができてもう本当に本当に便利になりましたね。サラ住んでた時はなかったので、早く西側もつながるといいですね。首都高小松川線方面入ります。まもなく小松川ジャンクションぶつかりますけども、こちらもですね常磐道東北道方面抜けられるようになったんですよね。これも本当便利になりました。千葉神奈川ですね、どんどん高速道ですね便利になっててますね。埼玉も頑張ってほしいですね。亀戸クロスですけど、はっきり言って車もなくたって全然生活できると、もうはっきり言ってしまえばもう車なんて贅沢品、もう趣味っていう感じになっちゃうんですけども、とはいえこの首都高がめちゃくちゃ近いんですね。錦糸町の出入り口非常に近いので、まあ休日ですねキャンプ、釣り、ゴルフとか、まあ遠出ですねする方なんかも最高ですよ。で前もですね物件のレポートで述べておりますけども、亀戸クロス間違いなく、これ絶対間違いないと思うんですけども、車お好きな方が駐車場付近設計絶対関わってます。間違いないです。それぐらい駐車場部分も非常にですねかっこいいもので便利なものになってますので、あれは車好きの方が携わってないとあれにはならないなっていう風に感じました。なので駅前なのでもう車なくたって全然全然
生活ですね、便利なんですけども、車持ちたいっていう方にもですね、非常に合ってきます。おすすめです。さあ、右手にですね、カメイトクロス見えてまいりました。錦糸町の出口で出て、オリナスの駐車場を止めたいと思います。さあ、オリナス地下駐車場到着です。今、オリナスの2階におります。こちらのオリナスですね、ブリリアタワー東京との一体開発になっておりまして、オリナスの2階から、この214番ラフィネのですね、この部分、こちらに連絡通路がございます。そしてここまではですね、オリナスの敷地なんですけども、ここから先ですね、マンションのセキュリティエリアになりまして、ブリリアタワー東京ですね、重工へ向かうことができます。なので、ブリリアタワー東京住んでる方は、雨に濡れずしてオリナスへ向かうことができると、行きすることができると、めちゃくちゃ便利ですよね。地下1階にはですね、スーパーマーケット、かすみも入っていますし、このオリナス映画館もありますので、マンション内からなんかもう自分のマンションのシアタールームに行く感覚で映画鑑賞もできちゃうわけですよ。さらに目の前にはですね、錦糸公園、大きな公園がございますので、散歩も楽しめちゃうわけです。子育てファミリーであればですね、商業施設直結、さらに公園目の前っていうところで、さらに東畑世帯であれば鉄道利便性っていうのはもちろん大事ですので、錦糸町であれば JR の総武快速線も止まりますし、半蔵門線も利用できますので、もうこれは神マンションでございますよ。ブリリアタワー東京ですが、2006年にですね、竣工をした物件でございまして、新築時の坪単価は250万円ほどでございました。現在は坪単価約410万円で動いております。で、今回ご紹介するプラウドタワー亀戸クロスですね、約2年ほど前にホテルルーム訪問レポートアップしているんですけども、まあその付近ですね、まあ記事でも SNS 等でも私がお伝えしていたのは、当時はこのブリリアタワー東京とプラウドタワー亀戸クロスが同じ価格で買えたんですね。なので、それだったら私は中古にシフトして、このブリリアタワー東京ですね、坪単価360、370で買った方が、まあ買ってもそっちを選んでもいいんじゃないかっていうふうにアドバイスをしていたんですね。同じ価格ならこのブリリアタワー東京の方が私は絶対的におすすめですっていうところは今も変わらないんですけども、こちらのブリリアタワー東京ですね、もうしっかりと坪単価400万円を超えてきておりますので、今のこの段階としては当時とはですね、私の勝手なアドバイスは変わってきます。当時は同じ価格なんだからブリリアタワー東京いいですよねってお話だったんですけども、今はちゃんと差がつきましたと。なので、まあお好きな方って高い方をですね、選んでより利便性を取るか、もう少し現実的な価格に抑えてですね、新築っていう新しさを取るかっていうところです。これ好みの問題をさておいて、これ本当好みの問題をさておいてですよ、このブリリアタワー東京とプラドタワー亀戸クロスどっちがいいですかって言ったら、もう圧倒的にブリリアタワー東京の方がいいです。これはもう間違いないです。この好みの問題さておいてですね、なので同じ価格だったらそりゃこのブリリアタワー東京の方がいいですよねだったんですけども、今はもうちゃんと価格差がついちゃいましたよっていうところでございます。1割ぐらい亀戸クロスの方が安いです。まあ亀戸クロスの中古がですね、どういう風に出てくるかわからないですけども、この動画撮影時点ではですね、1割ほどブリリアタワー東京の方がですね、高くなっております。で、これからプラウドタワー亀戸クロスをですね、検討される方で、こちらの高騰エリアそんな詳しくないんだよっていう方ですね、ぜひこのオリナス来ていただくことをお勧めいたします。このブリリアタワー東京とオリナスの関係性、まあここはちょっとオフィスもあるので、亀戸クロスとはですね、また毛色は異なるものですね。商業施設に入るですね、テナントであったり規模感、直結という部分もですね、非常に似ておりますので、こちらのブリリアタワー東京とですね、オリナスを訪れると、まあ、雰囲気はつかめると思いますね。まあもちろんプラドタワー亀戸クロスの商業施設のオープンも近づいてはいるんですけども、こちらの感覚をですね、より早く知りたいという方ですね、早めにここの感覚を知ってしまって、商業施設とマンションがつながってるってこんなに便利なんだっていうのをですね、ぜひですね、体感いただきたいですね。で、こっちのブリリアタワー東京が欲しくなってしまうかもしれないっていう点はですね、ご了承いただければ幸いでございます。これはマジで神マンションでございます。しかし北側のところにですね、スカイツリーがですね、できたことで、当初北側めちゃくちゃ安かったので、
リリアタワー東京の北側の値上がり率がですね、めちゃくちゃえぐいんですよね。でも当時の坪250、金賞でこの価格かっていうですね、金賞受けた方も多いと思います。まあ大体こういったところはですね、新築時はそういったですね、意見も出てくるっていうところでございます。街ができてですね、時間が経過すればするほどですね、効果されていくと。このオリナス付近もですね、もともと成功系のですね、曲折を経てですね、1000年代前半に生まれ変わったと。私がちょうどマンションを好きになった頃ですね、開発でございます。錦糸町からですね、あえて電車に乗ってですね、亀戸を向かいたいと思います。亀戸クロスの中古がどういった価格で出てくるかなんともですね、読めないですけども、私の感覚としてはこちらのブリリアタワー東京と比べた際に1割ぐらい安ければですね、規制な差なんじゃないかなと思います。錦糸町駅から電車に乗ります。やはりこの錦糸町は快速線使うの便利っすね。まあ、半蔵門線があるのも便利ですけども、東武快速線も止まるのがこの錦糸町でございます。亀戸駅は観光線各駅停車ですね、黄色い電車しか止まりませんので、快速線ではなくて今到着をしております観光線の方ですね、乗っていきたいと思います。さあ、錦糸町からですね、亀戸までは電車で2分でございます。あっという間です。さあ、亀戸駅到着でございます。亀戸駅ですが、改札口がですね、錦糸町寄りと千葉寄りでですね、分かれておりまして、メインの方は錦糸町寄りになるんですけども、プラドタワー亀戸クロスはですね、メインじゃない方、アトレじゃない方のですね、東口側となります。なので東京方面ですね、都心方面から帰ってくる際はこの観光線の一番前の方に乗るとですね、便利っていったところです。逆に千葉方面から帰ってくるときは一番後ろの方という形になります。改札を出ます。こちらの改札口はですね、アトレじゃない方なので結構もうこじんまりとですね、しております。こちら側はですね、バリアフリーではないので、そういったところはですね、子育てファミリーからするとですね、気になるかと思います。今回ですね、駅徒歩2分ということで近いんですけども、もうこれ本当信号次第って感じですね。京葉道路のですね、信号をですね、渡る必要がございます。もう目の前でございます。かっこいいですね。ここの信号で捕まる捕まらないでですね、結構所要時間が変わってきます。もう商業施設もですね、建物できております。かっこいいですね。さあ、渡っていきたいと思います。いやー、これ夜も素敵ですよね。いいですね、いいですね。かっこいいですよね。ライティングもされてますよね。ほっほっほっほ、見えるところを見つけました。かっこいい。さあ、いやこれちょっと一周しましょう。まず西側のですね、道歩いていきたいと思います。ここですね、今細いですけども、ここですね、歩道部分しっかりできますので、ここまあたまに車通りますし、まあここ住む方もなんなら使うってところですけども、ちゃんと柵が取れるとですね、歩くところもございます。おお、この辺も見えますね。ありがたいですね。これ白いかっこいいじゃなくて網網なので分かりますね。いや、かっこいいですね。いいですね。いやー、あの木目調のぐーっと来てるのもかっこいいですし、あのライティングすごくないですか。いいですよね。で、二等構成になっておりまして、駅側がゲートタワーです。駅に近い方がゲートタワー、そして奥のですね、南側の駅から離れる方がですね、ブライトタワーという形になります。で、この二等の選び方は、まあそもそも販売の順番が違ったので、まあタイミングで選んだ方多いかと思いますけども、そのどういった方に合ってるかっていう目線でいくと、車をお持ちでない方はこのゲートタワーの方が便利だと思います。こちらのゲートタワーにメールコーナーも集約されているので、結局のところブライト住んだとしてもこのゲートをですね、立ち寄る必要がございます。で、逆に車持ってて結構頻繁に駐車場使いたいよっていう方だと、ブライト側に駐車場があるので、結局このゲート住む方も駐車場ですね、行くっていう時にはブライトの方行く形になりますので、鉄道利便性ゲートタワー、車の利便性はブライトって感じですね。まあ誤差なんですけどもね、まあ贅沢な悩みなんですけども、あえて比べるとすればっていうところです。あちらに歴史が書いてありますね。私はですね、ここがサンストだった時代しか記憶がないんですけども、ここも先ほどですね、ご紹介をしました
幕張新都市にですね移った成功系の工場本社があった形となります。それが今幕張新都市にですね移ったっていうところです。ブライト住む方もですね雨にですね濡れずしてゲートタワーのですねポストコーナーから行き来することができます。まあ横殴りの雨だとってあるかもしれないですけども屋根はですねしっかりとある形になります。でこちらのプラドタワー亀戸クロスのウィークポイントとして南北に長い土地だったので南向きはですね非常に少なかったですね。なので基本的にはもう西向きか東向きと、まあ、一部北向きもありますけども南向きと北向きは非常に少なくて西向きと東向きが多いと。これはまあ好みの問題でもありますけども西方面の方がですね都心の眺望を楽しめるっていうところで条件のいいとか販売しますよっていうところでこのブライトのですね西から販売してましたね。まあ、こちらのプラタワー亀戸クロスは小学校等々との一体開発だからこそのですね規模感ですので西方面ですね、まあ、接道もしてますしこの亀戸クロス級のものを建てるっていうのはですね非現実的ですので、まあ、中層階以上買った方はですねかなり安心あるんじゃないかと思います。敷地のですね南側に来ておりますがこちらがですね数少ない南向き住戸となります。こちら接道しておりましてその先ですね首都高を走っておりますけども距離離れております。こちらも中層階以上だとぐっと抜けてきますね。でこの付近がですね駐車場の入り口となります。非常にかっこいい駐車場となっております。今はですねトラックが止まっておりますが、まあ、ちょっと周りの道が狭いので慣れるまではってのはあるかと思いますけども車移動もですね非常に便利でございます。でこちらがですね小学校になります。マンション商業施設小学校と、まあ、小学校は増設なのでその横にですねもともとありますけども子育てファミリーからすればこの距離感はですね非常に安心ですよね。でこちら東向き住戸になります。ブライトの東向きはですね一部除いてですね商業施設と被ってこないでこの公開空地のところですねなりますので結構低層階でもですねゆとりありますね。なので低層階っていう目線だと西の低層よりもこのブライトの東の低層の方がなんか条件いいって感じですね。現在の販売状況なんですけども2階と4階を除いてですねブライトタワーは全て供給済みです。ただまあ逆に言えばブライトタワーもまだチャンスがあるっていうところですね。ブライトタワーは2階から4階を除いて供給済みと今ですね東側のですね接道来ております。小学校はですねこちらでですねつながる形となります。ゲートタワーはですね東向きの中層階以下と北向きのですね 2LDK を中心に供給しています。条件良い住戸から販売してたので、まあ、現在はそのマンション内ではってあくまでマンション内ですけどもやや条件が劣りがちなですね部屋でありますしさらには当初より実質の値上げをしておりますので、まあ、当時ですね販売当初であればですね同じ価格を出せばもっといい条件ですね部屋が買えたっていうところではあるんですけどもそれはマンション内で比べた時っていうところなので周りの他マンションと比べればまだまだ条件はですねいい新築マンションだと感じます。駐車場なんですけども販売機ごとにですね抽選していますのでこれから買う方もですね確保することはできます。あとは精神衛生上の問題をどう持っていくかですよね。今から、まあ、最近になって検討始めた方はですねあんま気にならないと思うんですけども、まあ、1年前2年前に買える状況であったなんなら検討してたっていう方からするとですねあの時買っておけばっていうですね気持ちに、まあ、なってしまいますからね。ただじゃあ他の周りの新築マンション同じ単価で見てもこのクラスはなかなか巡り合いませんのでしかも今ならまだこの亀戸クロックがオープン前ですかね。これオープンしちゃうともうワンバズはありますからね。東側にございます東京ソシオグランデですね。こちらプラドタワー亀戸クロスが販売開始された2年ほど前はですね坪単価約235万円だったんですけども今はなんと坪単価300万円ほどまで上がっております。さすがですよね。まあ、世の中全体的に上がってるとはいえ2年前だったら坪235万円くらいで買えたマンションが今ではもう坪300弱ですよ。なんで1、2年前に買わなかったんですか。まあまあそれは結果論でありですね今検討してる方はですね過去をですね見てもしょうがないので今時点で最高の選択をしていただきたいっていうところでやっぱりこのカメックスですねこの亀戸クロックがオープンすることでもうワンバズは確定してるわけですので
さあ歩道橋上がって見てみましょう。もうワンバツ確定してるんで、もうこれまあいろいろなお気持ちはわかるんですけどね、もうこれだけ上がっちゃってる中で、なんかマンション内で同じ価格出せばもっといい部屋買えたのにっていうですね、その気持ちもですね非常にわかるんですけども、じゃあこの単価でどんなマンション今買えるんですかって言われちゃうと、やっぱり亀戸クロスいいよねってなっちゃいますよね。こちらの商業施設亀戸クロックですが、2022年の4月28日木曜日にですねオープンを予定しております。先日ですね全136点がですね発表されました。結構本当オリナスに似てますね。まあオリナス映画館あるのでそっち強いですけどもね。こちらですね、1階ですね、スタバ、2階にユニクロ、3階自由、4階セリアという感じで日常使いしやすいですね、ショップも多くなってますし、地下1階にはですね、スーパーマーケット、ライフだけでなくてですね、専門店もですね、入っていく形となります。魚、お肉、野菜ですね、あとパンですね。4階にはですね、フードパークがありまして、マクドナルド、ペッパーランチ、31って感じでですね、チェーン店立ち並びまして、そのフードパークですね、屋外のですね、4階と5階部分にですね、子供たち遊ばせられるような広場ができる形となります。子育て目線でいけばですね、やはり小児科も入るってのは大きいですよね。その小児科に関してはですね、同日祝日21時まで対応してくれる予定とのことで、その他内科、歯科等ですね、クリニックモールが入る形となります。個人的にはもう産業入るの羨ましいなって感じです。で商業施設初のですね e スポーツチーム、あミュータンミュータン忍者タートル、ミュータンミュータン忍者タートル、元 E 亀戸タートルズがですね発足する形になります。施設内でですね公式大会だったりとも行っていくようですから、ゲームが得意なですね大人だけでなく子供にとっての夢はですね、でもその子供にとっての夢が大人にとっての夢ではありますからね、あれバズればめちゃくちゃ稼げますからね、なんなら親の給料を超えちゃうんじゃないかっていうぐらい本当バズれる要素あるので、今は暑いですよ。飲食店に関してはですね、先ほどのですね使いやすい知恵店だけじゃなくてですね、1階部分に亀黒浴場っていうですね、まあ、先ほどですね看板すでに出ておりましたけども、そこにはですねホルモン、天ぷら、ビール等々専門店が入ったり、その他焼肉、お寿司ですね入りますので、お寿司は千葉のが入りましたね。あーなんか感動しますよね。セイコーの本社工場から紆余曲折経てサンストになって、でそれが幕張新都市移転して、でサンストは2016年の3月31日に閉店した形になるんですけども、それが2022年4月に亀戸クロックとしてですね再度オープンということで、めちゃくちゃ感動しますね。もう一度下へ降りていきたいと思います。でこの亀戸クロックと亀戸クロスですね、先ほどのオリナスとブリリアタワー、東京のようにですね直結する形となります。連絡通路がですねできます。マンションの4階部分と商業施設の3階部分がですねつながる形となります。でこちらの商業施設ですね、4階までがですね店舗になってまして、5階6階駐車場になります。中高駅からのですね集客をですね見込んでいる施設となります。本当オリナスとですね似てますよね。こちらですね建築看板です。亀黒横丁かっこいいですね。あーオープン楽しみでございます。しかし商業施設と直結する4階いつ販売してくれるんですかね。5階以上よりかは当然高いにしても、いやめちゃくちゃこれ人気出ちゃいますよね。こっちの北向きもですね、もちろん日は入らないにしてもかなり雪道ですね離れておりますので、まあ大通りからこれだけ距離ですね離れていえば、北向きもですねそして条件が悪いっていう感じではないです。途中の販売機で私おすすめしてましたね。今ちょっともう上の方ないのでスカイツリーはっていう感じですけども、なのでどうしてもですねそのマンション内でこれまで同じ価格を出せばですねもっともっといい買い物ができたのにっていう風に割り切れない方は4階を待つっていうのもありだと思いますね。4階に関してはそれは5階以上よりは高いにしても、やっぱり商業施設直結階っていうのは非常に便利ですので、これから検討される方に残ってる中で高いお金も出していいから、ちょっとこのマンション内で特別感ある部屋欲しいっていう方は4階を待ってみてもいいんじゃないかなと思います。ただしまあ価格は当然持ってくると思うので気にしない方はですね、この残ってる中からいいものっていう選択になってきます。まあ買いやすさは増しましたもんね。
まあ、大通り沿いなので緊急車両等々は通りますけどもね、まあ、これはもう駅前に住むわけですから。ただ中に入るとですね、かなり静かになりますので、私がこの話してるですね、もう京葉道路沿いからすればそれはうるさいよねっていうところですけども、いや、うちから北向き買う方以外はですね、そこまでは気にならないんじゃないかなとは思います。あとはこれまでもお伝えしてるとこですけど、街の雰囲気ですね。なので先に錦糸町側を見た時に、あ、ちょっと自分たちには合わないなってなったら、多分この亀戸もダメだと思いますね。どんどんどん、あ、ドンキー、ドンキーホーテー。今ですね、駅のメインの方に来ております。こっちの駅前にもですね、飲食店多いんですよね。いや、便利ですよね。今回 1L ワンルームともあるので、これ一人の方も便利ですよ。さあ、それではですね、また電車に乗って錦糸町ですね、戻りたいと思います。はい、錦糸町が戻ってきました。やっぱり亀戸クロスで悩ましいのは快速が使えないとこですね。まあ、これはまあ贅沢な悩みなんですけども、それからやっぱりこの錦糸町強いなと思うんですけども、さっき述べたようにですね、差があればいいわけですので、このブリアタワー東京がちゃんと値上がってくれましたので、もしも亀戸クロスの中古が今後より値上がっていくと、このブリアタワー東京ってのはまたワンランクツーランク上がっていくんでしょうね。さあ、船橋屋のあんみつをですね、食べたいと思います。さあ、いただきたいと思います。美味しそう。タワーマン見ながら食べると100倍うまいですね。さあ、美味しゅうございました。なので亀戸クロス検討される方ですね、まず街の雰囲気を知るっていうところで、この錦糸町ですね、一度来てみることをお勧めをいたします。織りなすとですね、直結してるとこですね。もし亀戸クロスオープン前っていうところであればです。来ちゃうとやっぱ錦糸町便利だなっていうところで、うん、まあ、こっちも欲しくなっちゃうと思うんですけど、まあ、ちゃんと価格差も出ましたよっていうところで、逆に言えば安心して亀戸クロスを購入できるっていうところですよね。当時は何分買いにくかったんですよ。だって同じ価格出せばこのブリアタワー東京が買えたわけですから、今は亀戸クロスと同じ価格でこのブリアタワー東京は買えないわけで、亀戸クロスをですね、買いやすくなりましたね、その価格面というとこでも。いやー、どっちもいいですよね。これだから今から検討する方ほんと迷っちゃいますね。いや、まあ新築なので亀戸クロスの方が買いやすさありますけども、これ見に来ると、いや、これも目、いや、これ噛みすぎるんですよね。でもプラドタワー亀戸クロスもですね、亀戸でこの価格かって言われてたのが、5年10年すると、うわー、これ買ってよかった、住んでよかったなっていうマンションになって、まあ、評価されるんでしょうね。築年数がいけばいくほどですよね。あとは野村不動産商業施設をですね、今回本気でっていうところですので、商業施設もですね、運営にも楽しみですね。そこでこのオリナスをですね、抜ければむしろ亀戸クロスの方がいいんじゃないかっていう人もですね、より増えていくかもしれないですよね。だからこのブリリアタワー東京と亀戸クロス、築年数差は結構ありますけども、今後の価格推移っていうのも楽しみですね。いや、どっちもいいですよ。いや、亀戸クロスだってあれ、オープン、亀戸クロスがオープンしたらもっともっと評価上がりますし、あれができたからこのブリリアタワー東京が霞むわけではないので、いやー、これ、いや、だから当時これ買った方もそうですよね。新築時にあの時代で坪250ですよ。私が本当マンション好きになり始めた頃で、とても私なんか全く持って買えない、まあ、ワンルームで1800万ぐらいのがあったので、それだったらいけたかもしれないですけども。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。プラウドタワー亀戸クロス、亀戸クロックオープン前の建設周辺レポートでございました。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。いや、しかし今坪370前後で買えるマンションとしてはかなり条件いいですよね。まあ、あとは本当街の雰囲気ですね。まあ、これはどの街でもそうですけども、まあ、特に亀戸はですね、下町になってますし、まあ、あそこは非常に綺麗になりましたけども、周りはですね、以前のままっていうところで、まあ、そういったところをどう感じるかですね、もうちょっとこう開けていた方がいいなっていう方であれば、やっぱり同じ江東区であっても東京湾岸エリアですね、空いた方が合ってきますし、鉄道利便性っていうところで言えばですね、やはり快速線が止まらないっていうところ、そこをどう感じるかですね、ここ本当大きいですね。快速線をよく使う方ほどですね、うなずいていただけると思うんですけども、地味な乗り換えが
私も元八幡住んでましたけども、元八幡ですね、快速止まらないっていうところで、まあやっぱ快速止まればいいなっていう風には感じてましたし、ただ元八幡の場合はですね、総武線だけじゃなくてですね、都営新宿線、そして京成線もありますので、都営新宿なんかはですね、始発ですので、まあだからそういったところで行くとやっぱり亀戸丹駅っていうところで、南側に行けば都営新宿線も使えますけども、駅前っていうところでは亀戸丹駅なので、まあ厳密に言えばですね、東武亀戸線使えますけども、日常使いする方は少ないかと思いますので、そこですね、まあそこさえ飲めればですね、もう隣商業施設ですので、いや商業施設直結って本当にいいですよ。私も商業施設直結住んでおりましたけども、もう例えば寒い時期、今みたいな時期なんかも上着ですね、コート羽織らずしてそのまま商業施設行って、でスーパーマーケット寄ってみたいな、そういうのができちゃうんですよ。でもう最低限のものだけ持ってみたいな感じで、商業施設直結って本当便利でございます。それでは改めて失礼いたします。ありがとうございました。